はい、では行きましょう。第1問の2ですね。実数 A に関する条件 PQR を次のように定めると。P は A2 乗大なりイコール 2A たす8。そして Q は A 小なりイコールマイナス2または A 大なりイコール4。そして R は A 大なりイコール5であると。でも、問題見る前にね、まずこの P。これを見たときに、もう計算してしまうんですね。これはもう当然の流れだと。不等式の範囲はしっかり求めておこうと。二次不等式の範囲の求め方、あとは覚えているかどうかですね。二次不等式の範囲の求め方、怪しい人はね、必ずリクエストしてください。これは超基本的な部分で、当たり前のように出てきますよね。どうやるかっていうと、二次関数のグラフを書いたらいいんですね。移行すると、A2 乗引く 2A 引く8大なりイコール0だと。で、この A2 乗引く 2A 引く8は二次関数。上に凸、下に凸、どっちですかと。下に凸ですね。これの、大なりイコール0やから、0より大きい部分、ここが答えやと。じゃあ、あとは僕たちは何知りたいかっていうと、こことここがどういう値、ここの座標ですね。なんぼやと。それを調べたらいいんですね。これを調べるためにどうするかっていうと、A2 乗引く 2A 引く8イコール0。この二次方程式を考えるんです。でこれっていうのは因数分解できるから、解いていったら、これ A は、マイナス4と2、あ、マイナス2と4って分かるんですね。でここがマイナス2で、ここが4やと。で、これの上、0よりでっかい部分やから、A はマイナス2よりちっちゃいと、A は4より大きい。こっちっていうふうに分かるんですね。でこれはもう、分かってる人からしたら、この流れでいけると。ただ実はやってることっていうのは、ちゃんとグラフ書いて、因数分解して、イコール0でここの座標を求めると。で因数分解できへん場合は、ここから解の公式を使うんでしたね。っていうのも大事でした。まあ、とにかく、二次不等式は、もうできてるもんやとして、できてない人は必ず言ってください。できてるもんやとして、次いきます。P の範囲はこれやって出たんです。で、括弧1は、Q は P であるための何条件かと。で、このホニャ条件の求め方は、ちゃんとあったんですね、3ステップ。ね。これも毎年のように出てるんで、今年はもう解説しません。解説知りたい人は必ずリクエストしてください。去年じゃ、次の年か、2011年度でも出てましたもんね。あ、2010年度かな。なんで、ここでは飛ばします。なんで飛ばすかというと、もう明白なんですね。P の範囲はこれ。Q の範囲はこれ。全く一緒ですね。全く一緒。全く一緒の時は非通順です。以上。なんでね、もうここでは何条件の求め方は詳しくは説明しておりません。では次、括弧に。条件Q の否定を Q 場、条件 R の否定は R 場で表す。次の傾向に当てはまるものを下の0から3の近い1つで選べと。命題 P ならばホニャは真である。みたいな感じで。で、ここはちょっと変わった問題でね。傾向に当てはまるものを下の0から3から選べ。で、0から3を見ると、0は9かつ R バー、1は9また R バーみたいな感じで指定されてるんですね。ということは、まず最初にこの9かつ R バーとか9または R バーっていうやつの範囲を調べとく必要があると。なので、一番最初にすべきことは、9バーと R バー、その範囲を調べることです。で、バーっていうのは否定やから、9が、A 小なりイコールマイナス2で、もしくは4よりでかい、これが Q の範囲なら Q バーの範囲はこれじゃない部分なんで、ここ黒丸っていうことはここ白丸、ここ白丸でこうなりますね。これが Q バーやと。こういうふうに、数直線を書けば Q バーの範囲はすぐ分かります。同じように考えれば R バーも一緒。 R の範囲は A はこれか、5よりでかいと。これが R やったんですね。この R バーは、ここが黒丸やから、ここ白丸にして、こっちが R バーになる。つまり A は、R バーの範囲は A 小なり5やと。こういうふうにわかるんですね。で、じゃあ Q かつ R バーはどうすんのと。Q かつ R バーなんで、これも数直線書けばいいですよね。Q の範囲が A 小なりイコールマイナス2。もしくは、A は4より大きい。そして R バーは A は5よりちっちゃいと。
これの勝つっていうことは共通部分ですね。だこことここやと、つまり A 小なりイコールマイナスまた4小なりイコール A 小なり5と、こういうふうに、数直線を書けばなんてことはないですね。次1番の範囲 Q または R バー、 Q がさっき書いた通りですね、これとこれで、 R バーはこれ、またはっていうことはこれかこれどっちが含まれてたらいいですね。ほんならどっちかっていうことはもうこれ全部ですね、マイナス側はこいつがサポートしてくれるし、プラス側はこいつがサポートしてくれるし、唯一入ってんことマイナス2から4の間はこの R バー、こいつが支えてくれとると、つまり全部の範囲なんで全ての実数になると。これを見抜くのが結構大事です。同じように Q バーかつ R バー、 Q バーまた R バーも考えられますよね。でも一応念のためにちゃんとやっておきましょうか。 Q バーがマイナス2から4、R バーは5よりちっちゃいと。ほんなら勝つっていうことはここですね。3番の Q バーまた R バー、またはっていうことはどっちでもいいんでこっちですね。ここまで OK ですか。でこれを踏まえた上で P ならばどれが真なんかと、逆にここにどれならば P が真なんかと考えるんですね。でここでも一番大事な知識は、これも抜けてる人必ずここで押さえておきましょう。A ならば B が真、 A ならば B が真っていうのは一体図的状況はどんなんなんかと。 A ならば B が真っていうのは A が包まれるんですね。つまりこんな感じになります。 A の方が中にある、もしくは数直線で書くと A の中が、 A の方が中にあると。この時 A ならば B が真なんです。逆にならないように気をつけてくださいね。もうこれさえ分かってたら簡単なんです。P ならば何が真なんやろって考えたい時に、 P はこれ包まれたらいいですね。数直線書いて P は A 小なりマイナス2と、これ P ですね、これが P、 こいつを包んでくれるやつを探すんですね。こいつを包んでくれるやつを探すと、ほんなら例えば0番の Q かつ R バー、この範囲は A 小なりイコールマイナス2と、こっちはいけないけどこっちが無理なんですね。4小なりイコール A 小なり5、こうなるから逆にこいつが包んでまうんですね。だからダメやと、そういうふうにして判断していきます。で言うまでもなく1はいけません、ね、1は9番また R バー、全ての実数やから、これが9番また R バーなんです。全ての実数やから、だから当然これは包まれますよね。なんでこいつがもう真です。こういうふうに包まれるのを探す。一応念のために2番も見ておきましょうか。9バーかつ R バーマイナス2から4やから、もう包むどころか全く別のとこなんですね。3番の A 小なり5っていうのはここやから、やっぱりこのこっち側、これが包まれてないと、なのでアウトです。3番もということで、1番が真というふうに分かります。次の、このホニャならば P が真というのも一緒です。逆ですね、こいつが P に包まれればいいと。もう一回 P の図を書くと、 P っていうのはマイナス2よりちっちゃいのと4よりでかいと、これが P です。この P に包まれるやつを探したらいいんですね。では0番いきましょうか。0はマイナス2よりちっちゃいのと4から5まで、これ包まれてますよね。だからもう0が答えちゃうのと思っておくと。で1はさっき調べた通り当然包まれない、2はマイナス2から4やから包まれない、3は A 小なり5やからやっぱり、ここが包まれてないというふうにして、包まれてないやつになるんですね。23はだから包まれない0やと。ということで、ここでは大事なことがいっぱいありましたが、この筆順の、とても基本的なものです。不等式と筆順を絡めるのはセンター試験大好きですからね、ぜひぜひノーヒントでできるようになりましょう。まあポイントとしてはこの二次不等式は当然解きましょうと、そして、必要十分条件の求め方はしっかり明確にしておきましょうと。今年はちゃんと説明してないですけれどもね、前回とかでちゃんと説明してあります。で、あとはもうバーの不等式の求め方は数直線書けば OK でしょうと。
これ全ての実数みたいになるのは気をつけてねと。何より大事なのはこの A ならば B が真っていうこの図的状況、 A ならば B が真の時 A は B に包まれるんですね。このイメージをしっかり持っておけば、解ける問題だったと思います。ではではね、この年ももう毎年のように出る問題なんでね、必ずノーヒントでできるようにしっかり復習しておきましょう。